ウクライナで俳句を読み続けているウクライナ人女性の苦習が日本で初めて発売されます。地下号に紙飛行機やコラの春、25日に刊行されるのは10年前から俳句を読み始めたウラジスラバ・下モノさんの苦習です。で 下野場さんは、戦争でで変わりゆくくウクライナの光景や感情を多く読んんいます。下さと交流があり、苦集を監修した真柚さんは、俳句だからこそ伝わるものがあるといいます。 復讐のための句はもともとロシア語で読まれていましたが下野場さんは今後、ウクライナ語に訳すということです。